ナイストロイさん、取って取られて殺し殺されのゲームだからさ。でもアーカイブ見直してね、昨日分かったんやけど、スイちゃん荷物パンパンでさ、あの雪のさ物資んとこの戦争があってじゃん。あん時猫の荷物そんなに取られてなかったっぽくて、はぁ、取りに帰ればよかったと思ってね、すごい後悔しましたね。それはさ、わからんじゃん。もう絶対取ってると思ってたもんな。ねえ、多分消えました。みやこちのスナイパーは普通に消えましたね。いや、お母さんとかもなんかパッて画面つけた時にみこがさ4対1でさボコボコにやられてるシーンだったらしくて、お母さんもさ、なんか、ってなったらしいよ。さすがのお母さんもね、ビビったらしいわ。あれがラストか。いや、なんかラストってさ、なんか一概にこれがこうみたいな。まあ、確かに PVP であるということと、物資を奪い合うゲームということは、まあ、確定はしていて、いるんだけど、例えば中立にいる人がいるとか、商業人がいるとか、なんかそういうのとかもさ、別にさ、自由だと思ってるんですけど、ミコは。もう、いろんなギャンブラーがいるのもいいし、PVP 大好きで、もうなんかもう、キルするのが大好きみたいな、ね、サイコパスがいてもいいし、みたいな、そう、やり方は人それぞれだと思ってて、そう、まあ、そこはなんか、そのリスナーさんには誤解して欲しくねえなと思うのも、なんか、ねえ、みんながみんなさ、牙を剥き出しに戦い合う、それが全てみたいな感じではないと思ってて、別にそれが全てじゃないからこそ面白いところもあるのかなと思ってるから、猫はね。そう。まあ、全然その PVP でガンガンでやりますっていうのはもちろんそうなんだけど、そう、そこにね、ドラマが生まれるわけだから、まあ、そういうの含みでね、こう楽しんでもらえればなと思うわけ。そう。